高坂理科は、育島企画室に所属するフリーアナウンサーで、元、秋田放送アナウンサー。秋田県の白市の出身で、血液型は O 型、身長は160センチメートル。秋田県立の白高等学校を経て、2011年に法政大学を卒業して ABS にアナウンサーとして、八重樫葵と共に入社した。 ABS は2011年度のアナウンサー採用は1名を予定していたが追加で採用されたと本人が口述している。ABS へ入社後は記者とテレビやラジオ番組のディレクターを兼務しパーソナリティを務めるラジオの収録番組で収録後の音源を放送用に自らも編集した。ABS ニュースエブリーで放送されたヤンボーマーボー天気予報の 気象キャスターを2012年4月2日から2016年11月4日まで、務め、2016年10月31日から2018年12月28日まで、メインキャスターを務めた。最初の1週間のみ気象キャスターも兼務した。2016年9月13日の、情報ライブミアレアに、アシスタント、林真央の下記休暇により代理出演し、書道は10段で、 祖母が栽培した重さ1 2ラムのスイカを30分で完食したなどと語る。ABS でテレビとラジオでスポーツ関連の取材も任されていたが30代を迎える前に自分を見つめ直したいことから2019年3月16日付で同局を退社した。放送以外の業種も検討したが東京で就職活動中に 生島企画室社長の生島隆を紹介され、3月19日に同社へ所属して4月1日から TBS ラジオ、アクションの前曜日でアシスタントを務める。所属当日にアシスタントオーディションの決員を知らされ、翌日のオーディションへ急遽参加して採用された。ABS のアナウンサー経験や、アクションのアシスタントに採用された経緯から、運以外に大事なこともあるが、自分は、 運だけで生きてきたと語る。2020年9月21日、この週が最終回となるアクションの放送の中で一般男性との婚約を報告。2021年6月22日、第一子女児を出産。テレビラジオ、ありがとうございます。